よぶ。苦しみと祈りの象徴として、このヨブは作られました。ギャラリーの他の作品とは分かれて展示されています。全体的に休憩に作られたこの作品は、1946年に作られました。小さく鏡込んだ裸体は、祈りの姿勢を意味しています。 少し後ろ気味に前へと投げ出された頭と後ろへと引かれたお腹の部分へとカーブし腰から足へと前の方に移動していますこの作品は特に見る側の視線を意識して作られたと言われていますそして投げている半開きの口も上へと向けられ照らされています 体は筋欲的に描かれ、鎖骨は突き出しており、腹部は痩せ細り、つま先や指などゴツゴツした様子で全体的に骨だらけで作られました。顔の表情は激しく震えており、この作品は表現主義の手法で作られたと言われています。全体の構成は強力なエネルギーが称えられています。 そして、ヨブの精神状態は周囲のスペースへ動かされています。この彫刻の中で、イヴァン・メストロビッチは、第二次世界大戦に感じられる彼自身の苦しみを表現いたしました。ヨブが展示しているスペースには、彼が1941年、ウシュタサ刑務所で、 滞在していた時のスケッチがあります。彼はこの時時間を共有した画家、肖像・クライコプッチと共に持ち込んだ放送紙に絵を描くことによって時間を潰そうとしました。ざっと隅で描かれた細い線は、つれた体をスケッチしています。節の多い膝と 奪った方は詳細に記述されていません。しかしその少ないタッチで描くことによりメストロビッチは肉体的詳細を無視して骨格から肉付きを奪い手や頭から祈りのような様子を表しました広く見開いた目が望みを表し強調された 眉と高い鼻からは痛みと困難を感じさせます。